第34回ジュノンボーイコンテストに挑戦をしている藤代慎です。東京都出身の22歳、現在大学3年生です。僕の趣味は料理をすることと、そして歌を歌うときにモノマネを披露することです。僕は将来、菅田将暉さんのような歌って、そしてドラマにも出て、そしてモデルとしても活躍できるマルチなタレントを目指しています。絶対にグランプリを勝ち取っていきたいので、皆様応援のほど何卒よろしくお願いいたします。はじめまして、大阪出身20歳の古川いぶきです。今、大学3回生で K-POP ダンスサークルに所属してます。趣味は音楽を聴くことと音楽を演奏することです。グランプリを目指して頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。頑張るぞ。皆さんこんにちは。青森県出身、二十歳の堀川太陽です。好きなことはヒップホップを聞くこととお洋服が大好きです。チャームポイントは明るい性格と可愛い笑顔です。皆さんと一緒にグランプリを取って夢である俳優になりたいと思います。応援よろしくお願いします。頑張ります。17歳高校3年生松井昴です。好きなことは映画鑑賞とドラマ鑑賞、あと洋服が大好きです。このジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリ目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。松岡哲義です。22歳です。大学でフランス語を専攻していて、フランスに留学していたことがあります。可愛い動物が好きで、動物園や水族館、動物カフェに行き、よく癒されています。多くの人を元気にできるようになりたいです。応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。高校1年生16歳の松岡光です。僕の特技はトンファーという空手の武器を扱ったりドラムを叩くことです。僕の身長は175センチありますので、将来俳優とモデルを中心として活動していけたらなと思っています。グランプリを目指していますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。松岡龍之介です。現在19歳で東京都杉並区に住んでいます。専門学校に通っており、映像の勉強しています。中学高校と吹奏楽部に所属しており、サックスを担当していました。今でもサックスは得意です。皆さんの前で披露できたらなと思っております。身長が185センチあり、俳優やモデルとして活躍できたらなと思っております。皆さんの応援お待ちしてます。松田久英です。16歳の高校2年生です。好きな食べ物はお寿司とグミです。好きなことはゲームをしたり獅子舞を踊ることです。身長が182センチあるので、それを生かしてモデルのお仕事を頑張りたいです。東京に住んでいる松屋大治、13歳です。好きな食べ物はカレーです。習い事は空手をやっています。特技はバク転と空手の型です。初めての挑戦ですごく緊張していますが、これからも頑張っていきますので、皆さん応援をよろしくお願いします。19歳大学2年生西見桃です。静岡県に住んでいます。特技は野球で、今まで11年間野球を続けてきました。大学2年生である現在でも大学で野球を続けています。コンテストでは必ずグランプリを取りたいと考えているので、応援よろしくお願いします。皆川空です。18歳高校3年生埼玉県に住んでいます。特技はサッカーで、趣味は漫画を読むこと、小説を読むこと、アニメを見ることです。おすすめのアニメは今僕がハマっている文豪ストレイドックスというアニメです。ぜひ皆さん見てください。僕の夢は、俳優になることなので、恋愛系から喧嘩系など様々なジャンルをこなせるような俳優になりたいと思います。絶対グランプリを取りたいと思っておりますので、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。佐賀県出身17歳三原翔太郎です。高校3年生です。小学校、中学校まではサッカー、高校ではバレーボールをやっています。特技は歌です。
身長が183センチあるので、モデルなどの分野で活躍できたらいいなと思います。グランプリ取れるよう一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。千葉県出身、宮崎優斗です。15歳、中学校3年生です。趣味はゲームと読書です。今は特技と言えるものがないのでサックスを練習しています。上位に行けるように皆さん応援よろしくお願いします。村沢瑠衣です。中学2年14歳、弓道部に所属しています。僕は文武両道の精神で常に勉強と弓道を両立しています。そして僕は将来菅田将暉さんのような憧れの俳優になるために、この自動ボーイコンテストをきっかけに頑張っていこうと思っているので、ぜひ応援よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、村田博人です。愛知県出身、22歳です。今、大学生をしています。9年間野球をやっていたということもあって、野球がすごく大好きです。よろしくお願いします。僕の将来の夢は、俳優としてもモデルとしても一流の芸能人になることです。そして老後に東京に芸能の寮を作って、芸能を目指す若者をサポートしたいという老後の夢もあります。このジュノンボーイコンテストでしっかりと結果を残して、老後の夢まで絶対叶えたいです。皆さん、応援よろしくお願いします。大阪府出身、13歳、村西大輝、中学2年生です。ピアノで即興演奏や耳コピアレンジをするのが得意で、ショールームではリスナーの皆さんにお題をもらって自分のイメージや気持ちをピアノを使って表現したりしています。僕はたくさんの人に愛される面白い人間になって、世界中の人たちに音楽の楽しさを伝えたいという夢があるので、このジュノンボーイコンテストでグランプリを取るだけでなく、世界でも活躍できる人間になれるように頑張りたいです。応援よろしくお願いします。森岡幸之助です。最近ハマっていることはショールーム配信をすることです。現役フリーターをしています。20歳です。このコンテストでフリーターを引退することができるよう全力で頑張ります。男性が選ぶジュノンボーイ1位と言っていただけるのを目標に、いろいろな方から応援していただけるような人間になりますので、皆さん温かい目で応援よろしくお願いします。第34回ジュノンボーイコンテストに挑戦します、森田優斗です。自分は小さな頃から俳優になりたい、有名人になりたいという思いが強くて、今回このジュノンを通して皆さんと一緒に、自分の夢を叶えられたらなと思っております。最後まで一生懸命頑張りますので、応援の方をよろしくお願いします。一緒に頑張ろうね。森山優希です。中学3年生14歳です。バスケットボール部のキャプテンをやっています。ディズニーに行くのが好きです。スティッチのモノマネをします。バカスティッチ、みんなハンナー。ありがとうございました。中学1年生の12歳、諸沢壮介です。趣味はピアノとエレクトーンを弾くこと、あと走ることや散歩、縄跳びも大好きです。好きな食べ物は、うどん、シュークリーム、メロンパンです。メロンパンは、チョコチップメロンパンが好きです。皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。山岡一樹です。17歳の高校3年生です。好きなことは仮面ライダーを見ることで、チャームポイントは笑顔です。自分の夢は仮面ライダーになることなので、グランプリを取って自分の夢に一歩でも近づけるように精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。山口幸です。17歳、高校3年生、静岡県に住んでいます。歌とバスケットボールが得意です。部活動は3年間バスケットボールに打ち込んできました。長所は身長が186センチあって、スタイルに自信があるので、モデルとして活躍したいです。絶対グランプリを取りたいので、応援よろしくお願いします。
山崎達也15歳高校1年生東京都に住んでます。特技はバスケットボールジャグリングスノーボードで、スノーボードは毎年北海道に滑りに行くぐらい好きです。最近ベースを買ったので上手くなれるように毎日練習しています。様々なジャンルで活躍できるようにいろいろなことにチャレンジしていきたいです。絶対にグランプリを取りたいので皆様応援よろしくお願いします。17歳高校3年生山崎幸です。特技は水泳で9年間習っています。最近はギターの練習をしていて、将来は菅田将暉さんや藤原竜也さんのような、多彩な演技ができるそんな俳優さんになりたいなと思っています。グランプリを目指しているので応援よろしくお願いします。山本徹です。高校1年生の15歳です。僕は大阪府の森口市というところに住んでいます。サッカー部に所属していてサッカーが得意です。次の審査も通れるように頑張りたいです。第34回ジュノン挑戦者の吉井優太です。21歳広島県出身、大型171センチです。僕の特技は野球、テニス、けん玉です。絶対ファイナリストになってグランプリを取ります。全力で頑張るので応援よろしくお願いします。吉田優生です。14歳中学3年生です。山形県に住んでいます。僕の特技は水泳と絵を描くことです。水泳は10年間続けてきました。応援よろしくお願いします。若林誠也です。高校3年生の17歳、大阪に住んでいます。身長は177cm です。最近ハマっていることはキーボードを弾くことです。将来の夢は菅田将暉さんのような多彩な俳優になることです。精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。和田志郎です。秋田県に住む15歳、高校1年生です。高校入学とともにバレーを始めたのですが、毎日ジャンプをしているおかげか、入学当初の177センチから一昨日測ったら178センチになっていました。この調子で今年中に180センチを超えていきたいです。皆さん応援よろしくお願いします。大分といえば温泉、大分県別府市出身20歳、渡辺来希です。特技は目のリレー、胸筋ルーレット、ボイスパーカッション、あと野球とピアノです。最近ハマってることは筋トレもそうなんですけど、古着屋巡りでお気に入りの一着を見つけるのが好きです。レディースの服も着たりもします。体の線が細いのがチャームポイントなので、何でも着こなせるモデルさんや何にでも化けれる俳優さんになりたいです。最近の言葉で言えば、渡辺来希しか勝たん。よろしくお願いします。